長野市で路線バスを運行する長電バスが日曜日の運休を発表しました。ドライバーの時間外労働を規制する2024年問題を前に深刻な事態となっています。地域住民の足となる路線バス。ここにも人手不足の波が襲ってきています。長野市を中心に路線バスを運行する長電バス。来年1月21日から当面の間、日曜日の運行を11路線182本で運休すると発表しました。子供が学生とかだと日曜日にね、用事あるとちょっと困る時はあるかもしれないなとは思いました。私が使っている路線も日々空いている状況を見てますんで、まだ路線が残っているだけマシなのかなと思うことはあります。迷惑がかかる。長電バスにとっても苦渋の決断でした。採用してもですね、それ以上にやめていってしまう。この1年で、5人ぐらい5人採用したんですが、やめていく人数というのは14人。その理由は運転士不足です。長電バスの路線バスの運転士は74人。ダイヤを維持していくには99人が最低でも必要で、現在は高速バスや貸し切りバスの運転士が兼務で担っているといいます。また、冬場は積雪や路面の凍結への対応、さらにインバウンド客の需要もあり、運転士の労働時間は逼迫します。スノーモンキー、ここに利用者が相当多くてですね、もう1台では乗り切れない日があって、増発ということも当然しておるんですけども、例年の対応で、間に合うかっていうと、弊社だけではなかなか対応できないかなっていうこともちょっと心配しております。IC カードや定期券から見る路線バスの利用率は、平日が 86.3% なのに対し、日曜は 4.9%。影響が少ない曜日を選んだとはいえ、運転手不足が続けば、他の曜日への影響も考えられます。平日のダイヤを土日に変えてしまうとか、本数を減らしていくっていうこともあるので、新たな交通手段を見出せるか、課題は残されたままです。今回の対応、来年4月から始まるバスやトラックなどの運転手の時間外労働の規制強化による人手不足の懸念、いわゆる2024年問題への対応が背景にあるようです。今年度、国交省がバスの運転に必要な免許取得や求人広告費を一部補助するなど、運転手不足の対策に乗り出していますが、実際には補助が運転手の採用にはつながっていないといいます。長電バスは長野市などの自治体や他の交通会社との連携による打開策を模索していくということです。